やあ、見つけたぜ。そろそろ終わりにしようか。デメテル。そう、来てしまったのね、ヘルメス。痛い痛い、爪が肩に食い込んどる。すいません。悪いな、レイタン。無理言うてわざわざ飛んで、縦穴から下ろしてもろて。レイタン。でも、モンスターとパラシュートすんのも、おもろい経験になったわ。ほんまに、様変わりしたな、ガネーシャんとこ。派手にここら辺を焼き払ったみたいやけど。ええ。周囲の肉は完全に死んでいます。モンスターの気配もありません。レイタン、うちのお守りはここまででええわ。元は、わがままで突き合うてもろてただけやしな。え？しかし、神を一人にするのは。大丈夫やって。モンスターはおらんのやろ。フィンの作戦通り、こっからはドンパチやっとるとこに低下したってや。わかりました。神であるあなたがそう言うのなら。それでは。さて、探すか。ディオニュソスの足跡を。くっそ、肉が腐っとる。フィンの見立て通り、エネルギーを全部精霊のおる十層に回しとるみたいやな。モンスターも全部灰に変わっとる。敵味方全部養分に変えたか。天井に穴が開いとる部屋、タナトスやない、別の神の創刊跡。それにこの匂い、間違いないな。ディオニュソスのワインセラーで嗅いだもんや。答え合わせをしに来たよ、デメテル。ああ、見つかってしまったわ。ええ、見つかってしまったのね。ヘルメスと、あなたの子供だけ？誤算。いいえ。残念だわ。ロキたちとは言わなくとも、ウラノスの私兵も、私のもとへ来てくれればよかったのに。戦力を分散させるために。ええ。だって、準備は終わっている。サイはもう私の手から離れた。今さら私を拘束しようが、天界に送ろうが、冥府への扉はもう開く。エレボスが成し得なかったオラリオの破滅、私がやり遂げてあげる。あなたの眷属は？ここにはいない。いいえ、どこにもいない。なぜ？さあ、あの魔女に送ったか、それとも花を咲かせるための餌に変えたか、どちらだと思う？ヘルメス、あなたには前に言ったわよね。私は不満だって。メーテールを冠し、芸の名を持つ私には、
今の下界は不本意なの。許せないのよ、この理不尽が、差別が、区別が。ああ、聞いたよ。確かにあなたの口から聞いた。慈愛の化身であるあなたが、この下界にまつわる全てを愛せない矛盾を、その葛藤を。なら、わかるでしょ？どうして私がこんなことをしたのか。茶番はやめよう、デメテル。もうネタは上がってる。あった。隠し通路。ガレスの言うとった通りやな。攻め落とされる城に抜け道があるのは常じゃ。隠し通路がないか見落とすでないぞ。よう。自分がエニオやな。何ですって。あなたが惨めになるだけだと言ってるんだ。俺はあなたのそんな顔は見たくないし、道化になり下がる姿を拝むのもごめんだ。神デメテルは豊穣の女神。さっきも言ったように、全てを包み込む慈愛の化身そのものだ。そりゃ怒らせると世界が荒廃してしまうくらいには恐ろしいが、このような直接的な方法はあなたのやり方じゃない。あなたはエニオなんかじゃない。